さて、お知らせをします。霊夢たちはって、留守番です。気を取り直してお知らせをします。もう一つのチャンネル、翼 VTX 解説します。今後、企画系などの依頼に関しましては、翼 VTX にするようにお願いします。でないと間違えそうだからな。現段階では一応、当チャンネルと併用する予定ですね。だが、鉄路ゆっくり実況は、VTX 側になりますね。ゆっくり、ムードメーカー4は、使いこなせているものの、サムネ作りは今のとこしませんね。なぜって、まあ、面倒くさいからね、しょうがないね。さて、お知らせは以上かな。ということで、VTX は概要欄、またはコメント欄の固定コメントから飛ぶことができますので、ぜひ見に行ってみてください。まあ少ないけどな。ってことでご視聴ありがとうございました。